スをご覧の皆様こんばんは、レブラーツコです。日本人なのにアメリカの情勢が気になって気になって仕方がない、そんな1週間だったかと思います。アメリカ大統領選、決着がつくのは一体いつになるんでしょうね。さて今週も日刊現代で1週間振り返っていきたいと思います。今回の担当は編集統括担当の黒肘祐介さんと編集員の森健こと森田健二さんです。よろしくお願いいたします。さてそのアメリカ大統領選ですが、トランプさんにとってはちょっと分が悪くなってきたかなというような感じはありますね。もうバイデンさんがね、はい、もう過半数に迫る勢い、はい、まあ、この収録金曜日の段階でまだ確定してないんですけども、はいはい、まあその前半はトランプさんがかなりリードしてるって言われたんですけども、はい、どん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 バイデンさんが郵便投票も含めてですね、はい、追い上げてる状況で、はい、もうほぼ決まりかなっていうところまで来た感じですよね。まあ、異例のね、まあ、今回大統領選でトラブル続きというか、はい、双方の陣営がなんか一触即発のね、そうですよね、状況になってますよね。はい、うん、で今回ですね、その2ヶ月で取り上げたのはトランプさんなんでこんなにその必死になってるか、はい、その法廷闘争をするとかですね、もう一回その集計しろとか、はい、集計やめるとかですね、むちゃくちゃ言ってるんですけども、ちょっとその2ヶ月の取材して分かったのは、もし万が一敗北した場合ですね、はい、大統領を辞めた場合に破産をするんじゃないかと、うん、もう一個は逮捕があるんじゃないかというのが分かってきてですね、はい、その現在その446億円の借金があるそうなんですよね、うん、でこれが返せるのかということがあって、はい、外国からの銀行からも借金してたりしてですね、でこれはまあ大統領を続けた間はまあなんとかこうお金が回っていくんでしょうけども、うん、やめた途端に借金とか来ると、はい、大変じゃないかというのが一つと、うん、もう一個はその逮捕の方なんですけども、はい、脱税疑惑だとかマネーロンダリングとかいろんな疑惑があって捜査の対象になってるんですけども、すで、うん、に告発されたりですね、はい、ただその大統領っていうのはその不逮捕特権があるんですよね、はい、訴追されないというのがあるんですけども、大統領辞めたら普通の人になっちゃうので一気に捜査が始まると、はい、でこう韓国みたいになっちゃったんですよね。だからその歴代の大統領、アメリカ大統領ですね、こんなことなかったんですけども、そのトランプさん自身はそういうのが危機に迫ってると、大統領トランプさんの息子さんもですね、もし大統領敗北したらトランプファミリーの危機だって言ってるそうなんですよね、息子さんまで息子さんがそう言っちゃってるところがちょっとなんかあれですよね。それを止めるためにどうしてもしがみつきたいということがあるんじゃないかっていうこの記事なんですよね、はいはい、あとに驚いたのは亡命するんじゃないかっていうね、どこにですか、ロシアに亡命するんじゃないかっていう説もあってね、なんかあれですね、なんか映画の世界に、そう、まあさすがに亡命はないと思うんですけど、はいはい、その4年間ある意味じゃむちゃくちゃなね、うん、はい、歴代の大統領と違うことやってきたので、うん、これがだからその危機に迫ってるっていうね、うん、ことじゃないかっていうね、はい、まあでもね、やっぱりそのアメリカの大統領選っていうのは負けたと認める、まあ、要は将棋でいう投了みたいな、うんうん、負けましたっていう電話がないことには始まらないみたいな、そこから始まって、そこですもんね、はい、次勝った人は勝利宣言してたけど、はい、敗北宣言してくれないと勝利宣言もできないっていうね、はい、そうですよね、だから結構、うん、あの決着がつくのはずっとずっと先になってしまうのではないかというような、そうですよね、はい、だからブッシュさんの息子の方、はい、ゴアさんの時もですね、はい、1ヶ月ぐらい遅れましたよね、はい、だから開票から勝利っていうかね、確定するまでね、はい、今回も同じことが出てくるんじゃないかっていうね、はい、そうですよね、まあ、この前もね、ちょっと前にうちでも書いたんですけどね、その疑惑の一つがね、やっぱり公園なんですよ、あそこにニューヨーク州にあるですねマクドナルドトランプ州立公園というのがあるんですけど、これ実は今から22年前にトランプがね、ゴルフ場を作ろうと思って日本円にして2億円ぐらいの金ですよ、まあ2億円高いか安いか置いといて2億円ぐらいの金、はい、めっちゃ安いんじゃないですか、言ってみれば安い、うん、そこ買ったの、はい、だってゴルフ場って地質調査したら、はい、汚染されてたんですよ、悪いやつに、はい、それでゴルフ場作れない、じゃあどうするかってことで、それをニューヨーク州に寄付したんですよ、27億円の価値をつけて、2億円で買ったものが27億円の価値ですよ、はい、はい、これ修理ニューヨーク州に、うん、差し出しますと、そしたらですね税金免除になったわけですよ、
だからあのトランプは7万とか8万円ぐらい日本円にしてね、はいはい、くらいしか払ってないとかなんか言ったでしょ、あの納税証明書全然出せないですよね、はい、出せって言ってもね、うんうん、それもねこの件があるんです。でこの時にこれに27億円もの金を、まあ、要するに価値をつけたのはトランプの息のかかってる不動産鑑定士とか、トランプの息がかかってる政治家とか、そういう連中なんですよ。これだからはっきり言って、もしこれをですね精査したらですね、これ嘘ついたということになるわけですよ。でこのね、これだけでももうとにかくトランプはあの後ろに手が回るかもしれない。それであのジュニアいるでしょ、はい、ジュニアもこれ一緒にグルになってるらしいです、うん、ということはね、なんかこれあの専門家の人に聞いたらね、この、 あの一族老頭みんななんかあの後ろ手になってですね、うん、警察署に連れて行かれるとかね、いうことになる。でそうするとね、もうあの選挙中からね、あのファンがいるでしょ、うん、もうフォーモアイエーズとか言ったら、うん、もうこれフォーモアイエーズだ、本当になんか、はい、なんとかの一つ目みたいな言ってるやつら、うん、ね、ああいうおっさんたちがね考えてるのは、トランプと一緒にね、まずトランプがあの今回再選されました。で4年間だった。その後はイバンカに、あ、うん、息子ジュニアに受け継ぐ、ジュニアに受け継いだら次はイバンカにやらせる永久的にトランプ一族がアメリカの大統領の座をね、あのずっとこう居座ると。なぜかというと、それをやらないと一族老頭みんな捕まってしまうから、もうわけわかんないようなことで、いろんなその企業があって、はい、企業の代表に一族の社長が社長になったりする、代表になってるから、はいはい、でそこがその不正の舞台になったりすると、名目上の社長かもしれないけど、そこにも及ぶわけですよね、はいはい、だそれは多分一族って大変だと思うんです、これ。そうですね、うん、で今回のね、まあ、この件はもうご存知のようにアメリカも内戦状態に今もうすでに入りつつあって、はい、もう入ってるという専門家もいるくらいですよ、ね、投票の日にだって捕まりましたよね、うん、トランプの帽子かぶってる人がピストル持って投票所に行って、うん、ピストルを見せつけたわけでしょ、はい、で威嚇したわけであってすぐ逮捕されちゃったけども、あとは州の兵隊が出て行ったりとかね、はい、もうしてるわけですよね。だからお互いこう4人ぐらいかな、はい、もう刺されたりとかね、刺してもいるしね。そうするとね、要するにミリシアというのがいるでしょ、これは民兵という、まあね、直訳するとミリシア、民兵なんだけど、あの今我々が言ってるミリシアというのは極右武装集団というんですね、うんうん、その中に例えば 3% とか、それから一番今有名なプラウドボーイズとか、うんうん、KKK もその一部だと言われてるんですよ。そういうのがもう5万とあるわけですよね。実際その女性州知事を拉致して殺そうとしたっていう意味でね、ありましたよね。普通知事を拉致して殺そうと思わないでしょ、はい、うん、思わないですね、思わないですね。実際それ逮捕されちゃったわけだから、はいはい、だからその彼らがもうどんどん武装をしてるわけで、だから今銃がたくさん売れてるわけですよ ね、それをまた本当になんかもう日本でも考えられないですか、ね、で武装してる、はい、でこれに対して今度はバイデン派の方も武装してた、立ち向かわなきゃならない、うん、お互いを武装してね、なんかこうエスカレートして、はい、まあ、昔の東西冷戦のねソ連とアメリカ、うん、お互いがさ核を何本持つかでどん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 やっててね、はいはい、あれと同じですよ、はい、で一触即発状態ですよ今あちこちでね。だから百貨店はその窓割れられないように板で張ってるとかね、そうですよね、ベニヤ板、ベニヤ板が足りないだろうとか思いながら見てましたけどで昔のだから東南アジアとか中東みたいな、はい、選挙があると暴動起きるとか、そんなことでしょ。そうですよね、そうだからなんか、うん、あのあれ民主主義国家なんですよね、うん、っていうなんかすごくそういうなんかこう頭の中の理解とは違う映像がこう流れてくるというか、うんうん、あれいいんですかそれでっていうような感じがありますね、まあ、このつくづくこのトランプというおっさんがね、まあ、もたらしたね、まあ、効果というのはでかいですね。要するにね、こんなこと言っちゃ怒られちゃうけどね、やっぱりトランプが出てきたおかげで我々はね、アメリカ人ってのはなんかちょっと変だなと、ね、まあありていに言えばアメリカ人もカバだなとね、カバだなとなんか思いましたよ。カバちゃんに失礼かもしれない。あ、カバちゃん本当泣いてますよね。カバちゃんすいませんでした。カバちゃん可愛いからね。
そうですよ。だから多分アメリカのその白人、まあ栄光の時代があったのか、どんどんどんもう落日というか、収入も減っていく、その不満がある。それをその元々あったわけですよね。その不満があったのをトランプさんが引き出したっていうか、悪いのは中国人だとかね、悪いのは黒人だとか分かんないけど、あの得票率を見ると本当にあの真ん中の山間部というかは多分あのどんどんきっとあの衰退してる一方だと思うんですけど、そこがもうやっぱり共和党になっていて、ね、あの左右の沿岸部がもうやっぱりブルーカラーになっていってっていう感じで、まあ、すごいこの箱根はっきり分かるんだなみたいなのも思いましたね。やっぱり人間ってね、持ってたその既得権だとかそういうのがなくなっていくっていうその危機感っていうのは相当強いん、はいはい、で誰かのせいにしたいとかね、はい、いう気持ちがあるから、そこがもともとあったんだと思うんですよね、アメリカのね、はい、うん、そのあの栄光が60年代なのか分かりませんけども、はい、50年代60年代ね、それは白人がみんな一手に栄光を受けてたわけだけども、うん、はい、職を失うとか賃金下がるとか、で誰が奪ってんだ、自分たちのせいじゃなくて中国人が悪い、うん、なんとかあり、だからアメリカファーストって言って、はい、あもう吉野君はいらないんだってトランプさん言って、そこにみんな共感しちゃったんでしょうね。でトランプさんのことを批判してメディアを見ると、自分たちは批判されてる、多分白人、いわゆるプアホワイトっていうんですかね、トランプ批判は俺たちの批判なんだと、だからどんどんその加熱しちゃうんじゃないですかね、このね喧嘩がね。それでまあ先ほどちょっとまあ詳しい人に聞いたらね、今この暴動が起きてるということはトランプにとってはウハウハな状態であるということですよね。プラウドボーイズなんていうのはまあ彼はこう言いましたよね、プラウドボーイズスタンドバックスタンドバイと、ね、ちょっとスタンバイしとけよと、いつでも出動してくれよというような脅しを言ったわけですよね。これでですね、内戦みたいなのが続いてね、ね、要するにアンティファ派とそれからミリシア派がバン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 あちこちでやれば、ね、あのトランプはあのホワイトハウスから追い出されずに済むというようなことで、なんかもうこのままどん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 やっていく、ね、それであのとにかく、まあ、1月の20日ぐらいが就任式なんですよ、はい、正式の。そうですね、それとまた2ヶ月ちょっとあるのかな、はい、そうなるとね、うんうんうん、その間は自分はなんかもう居座ろうと思ってるわけですね、うんうん、その間にトランプが要するにあの挑発することによって両派が内戦状態が続いていけばですよ、ね、これはもう大統領変えるどころじゃないとかいうことになりかねない、うん、まあ、この前 の小池都知事の都知事選見てください。あんなと、ね、あのなんかこの前何年か前に味噌つけたおばさんがですよ、今あのコロナのおかげだから、おかげでみんなね、あの要するに、まあ、政治体制が変わるのを好まないもんだから、あの対象しちゃったでしょ。で同じようにアメリカ人だって今内戦やってるから、もう今からね、あのバイデンが出ていって追い出したりしたらもう大変なことになるからとかいうことになるかもしれない、うん、というようなことを先ほど専門家の方に言われました。それであのトランプはもう選挙中に言ってたらしいんだけど、もしバイデンがねこんなの勝ったりなんかしたらね、もう中アメリカは中国のものになっちゃうから、うん、これからにねアメリカ人はみんな中国語を勉強しなきゃならなくなるとかねそんなことまで言ってたって言って、みんなそれ本気に信じてて、その一つが Q アノンですよね。 Q アノンがね、今回その上院下院で当選しちゃったわけですよね、はい、でまあ、Q アノン、いわゆる陰謀論ですよね、はい、でその闇政府があって、うん、闇政府とトランプ戦ってるんだっていうね、うん、それを信じてる人がいて、はい、なんで信じたかわからないんだけど、それの信じてる人がいわゆるアメリカの国会議員になっちゃったわけだから、うん、すごいなんかこうやりすぎ都市伝説がこう本当になんかなっちゃってるっていうね、毎週レギュラーになったような感じですよね。なんでトランプがその闇勢力と戦ったかよくわからないんだけど、はい、やっぱね、それはね、貧すればドンスというか、ラストベルトみたいな、まあ、寂れた工業地帯とか、あるいはまあ農業とかいうところであんまりまあ日の目が出ない、見ないところにこういて、うつうつとしてる、でだんだんなんか貧しくなる、ね、ところが今 0.1% の、 あのスーパーリッチが金持ちになっている、うん、この前までね、要するに 1% と 99% だった、はい、今 0.1% と 99.9% の、ね、うん、なってるわけ、スーパーリッチの、そういうのはなんか遠くからボーっとかって見てると、うん、
なんかこのね陰謀論に走ってね、うん、俺たちはなんでこげな目に合わされるだけならねえんだおかしいじゃねえかと、なんでお前ニューヨークとロサンゼルスにあっちに住んでるやつは、うんうん、あんな前ねジャガーなんか乗ってんのかとこう思うわけでしょで、そういうなんか憎しみが溜まってきて、うん、そうだと、Q アノン様が言ってる通りだ、この世の中には悪いやつがいて、トランプがそれと戦ってくれてんだとか、この前テレビ見てたら、あのなんかアメリカのなんかトランプのあの集会でなんかあのおばさんが50代ぐらいのおばさんがなんかマイク向けられて、でなんか言ってましたね、あのテレビのあのテレビ各局は午前5時ぐらいに今日は何のニュースをやるかって全部なんかあの談合してるんだと、同じことをやると今日はこれを報道するんだと、でそれに対してトランプは真実を喋ってくれてるんだとかね、もうねそこまで言ったらね、まあ、ちょっと、まあ、ほとんど常軌を逸してますね、あの正常じゃないですね。これだから陰謀論のすごいっていうか面白いところは全部嘘じゃないんですよね、うん、本当こと混ざってるから信用するんで、うん、その今言った 1% と 99% 0.1% なんとかっていうのは、はい、そのある意味ではグローバル社会になったんで、うん、確かにそういう面があって独り勝ちみたいになってるわけですね。でそのグローバル社会っていうのは何かっていうと、中国だどこどこだってアメリカの富を取っていかれてるんだっていう、だからグローバル社会やめちゃえばいいんだっていうんで、アメリカファーストでアメリカの孤立をトランプさん言ってて、そこに多分賛同してる分はある意味事実も多分あるわけで、真実もね、でも全部真実じゃないんだけども、そこが巧みなんだと思うんですよね。ちょっとの真実に乗っかっちゃうし、フェイクニュースってまあトランプさん言ってるんだけども、確かにメディアも誤報があるわけで、ほら見ろフェイクニュースっていうね、はい、それが誤報なのかその談合なのかまた違うんだけども、そこういうところがやっぱりうまいんですよトランプさんはね。いやだからそれはね、人間というのはね、うん、ちょこちょこっとした嘘よりもね、うん、でっかい嘘に騙されるって昔からよく言うでしょ、うん、嘘はでかけりゃいい方、でかい方がいいとか言って、はい、UFO だって見てくださいよ、絶対ありえないんですよ、うん、ありえないんだけど、なんかあんなもんが飛んでくるって言ってるから、みんななんか本気で信じちょっと信じたいな、私はそれは。だから UFO 本当来てさ、宇宙人が私とあの悪いとしたらね、我々はとかってね、来たらね、それは私だって、あ、本当に信じますね。だから結局さ、嘘がでかい方がなんかいいわけで、それで結局この Q アノンの件だって、こんな正義の味方が戦ってる、あのトランプ大統領はあの、神様が我々に何か使わせてくれたメシアであるとかね、まあ、そんなこと言ってる人もあのトランプ支持者いますよね。要するに言ってみればね、キリストみたいなもんなんですよ。で我々をその、救ってくれるんだとかね、まあとにかくどんどんおかしくなって、でも私は今回のあの映像で一番びっくりしたのはね、あのトランプ支持者があのストップザなんとかって言って集計やめろって言って、ストップザカウントっつうのかね、で、あの集計やってるとこになんかうわーっと押しかけて、なんか見たらまあ20人とか30人とかなんかテレビで言ってたけど、いやしかしね、あそこまで行ったらもう終わりですね。あれね、もしね本当に暴徒化してね、ガラス叩き割って中ぐちゃぐちゃにしますよ、あのもう全部持っていっちゃって、あの票なんかも全部持っていっちゃってね、そんなことになったらね、もうね民主主義なんてのはもうすでにもうなくなってんだけども、さらにもう完全にあの致命的ですね。そもそも日本ってのはね、日本の民主主義ってのはアメリカから教えてもらってるんですよ。この1945年の8月にですよ、日本はあのアメリカに負けて、そこから初めてなんか大正デモクラシーじゃなくって本物の民主主義が来たわけでしょ。アメリカ人がなんかすごいなと思った。僕はその時まだ生まれてないけどね、もし僕がまだその時大人だったらね、いや世の中すごいことになったんだなと、すごいアメリカのやっぱり民主主義っていうのはすごいなと思ったと思いますよ。ところがそのアメリカの民主主義でもですよ、今クロイドが言ったようにだんだんこのまあ貧しくなっている、心が貧しくなっていくと、どんどんもう貧すれば鈍すで、もう知性も何にも金繰り捨てていく、そこには何かと憎悪ですよ、憎しみ、妬み、そねみね、そういうのがどん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 はびこってくるとね、これはもう民主主義かなり繰り捨ててですね、まあ独裁主義ですよ。だからそれはヒトラーが生まれた時もそうだったでしょ、1933年の、あの時も政治の無能とか貧困っていうかね、その前の戦争で負けた賠償金の問題とかあって、そこから始まったわけですもんね、
だから今回そのだから半分の人はトランプに入れてるわけなんで、はい、1割2割ならまあそういう人世の中にいるなっていうことなんだけど、うん、半分が入れてるわけで、その人は、まあ、ラストベルト今回はちょっと民主党がね勝つ可能性もあるんですけども、はい、あの人たちは自分たち見放されたというふうに思ったっていうわけでしょ、うんうん、で見放されたと思った自分たちはもうそのアメリカのトップから見放されてるんだこの事態は自分たちは、うん、っていうのがトランプさんそうじゃないんだと。で乗り出して4年前はそこのラストベルトでことごとく民主党の地盤を取ったっていうね、はい、いうところが今その森健さんが言ったことだと思うんですね。やっぱり苦しくなるとそういうその生活なんだよって言うとその恨みだとかつらみだとかっていうねことの裏返しをトランプさんがうまくすくい上げてるっていうかね、これは日本もあるかもしれないでしょ。だからこれはね我々もね、あのちょっとそんなね他人事で笑ってるわけにはいかないんですよ、うん、あのねやっぱヘイトスピーチ見てください。よく言うでしょヘイトスピーチで、あそこでねあの歩いててねあの朝鮮人はどうのとか言ってる方々は一般的にはこの未組織、あのいや未組織だね、あの非正規採用のねあの人たちだとかよく言われてますよね。で自分たちが本当に、まあ少ない年収の中でなんとか生活してるね。でそれに対してなんであの、例えば朝鮮半島 の, あの韓国の企業なんかは結構儲かってんじゃないかとか、そういうことに対するなんか憎しみとかいうのがあってあんなふうになってるわけです。だからそこにもねもしかしたらこのプアなねあの貧困層な人たちのやっぱり憎悪というのがあるかもしれないと。だからあのなんていうかねそのまあその構成というかそあの要するに原理はねあの同じようなものではないかとこう思いますね。ただ僕はね話ちょっと変わるんだけど、今回ねこのバイデンさんになってちょっとすごくこうしあの期待してるのはね、バイデンさんはねもう70何歳でもう77かねあのもう80近いでしょ、うん、そうするとねまあなんかほらあのよく認知症が入ってるとかなんか言うし、なんか本当そうらしいんですよ。あのこの前これ詳しい人に聞いたら選挙中のなんもね、はい、なんかね集会に行ってねあの、白熱と電球、はい、あれ作ったのはあの黒人が作ったんだとか言ったらしいんですよ。エジソンじゃなくってエジソンじゃなくってなんかあの黒人が作ったんだ、まあ、黒人に受けるためにね言ったらしいんですよ。でそういうことも見て周りもね、要するに周りの人たちもこれ大丈夫かなと思ったらあの本当にあの会見っていうかねあの、うんうん、集会やった時に、まあ、多分なんか出現したんでしょうね、あの会場にいた人の表情がえっていう顔になったようなことも何度かありましたよね、うんうん、見てると、ね、今の白熱灯の話はね確かにあのねエジソンが作ったんですよ白熱灯はね。だけどあの確かに黒人のアシスタントがいたことはそうらしいんですよ、うん、でそこの部分がなんか思い込んじゃってあの黒人が作ったと言っちゃったで大丈夫かなと思う。だからそれはちょっともう置いといてもね、そうなるとこのね、あと4年間この人がまあ大統領として持つかどうかわからない。もしかしたらなんかもうちょっと具合悪くなって入院しますになる、うん、そしたらねカマラ・ハリスがなるんですよ、うん、これはすごいことですよ。黒人の若い女性ですよね、黒人、うん、黒人でしょ、うん、女でしょ、うん、若い、うん、この三拍子揃った人がですよアメリカの大統領になったらもう世の中は変わりますよ、うん、私はねもうぜひカマラ・ハリスさんになってもらいたい。いや別にねあバイデンさんに死んでくれって言ってるわけないですよ。難しいです言い方表現がね表現がね、はい、だけど本当にね、はい、あのカマラさんがなったらね一体どんな世の中になるのかなとね思いますね。そしたらね多分ねこうなりますよ。日本でもあの女性 の,、うん、あの総理大臣が生まれますよ、うん、でも物事というのはね因果関係があってね連鎖しますからね。アメリカがそうだったらじゃあ日本もやなろうじゃないか、まあ、世界的にトランプさんが出てきたせいなのかトランプさん的なリーダー結構世界中に増えましたよね。強権的なっていうかね、そういうのはあるかもしれないですよね。それはそう、うん、ドゥトルテね、なんで例えばねドゥトルテだけデトルテだけ、うん、あのフィリピンのねフィリピンのあれねトルコの人もそうですね、はい、うんそうそう、うん、ああそうですね、うん、はい、だトランプ的な人が増えてきてるんだけど、確かにアメリカっていう世界の一番大きな国で女性の大統領になったらまた変わるかもしれないですね、うん、そこはね。だからもしかしたらね今回のこの
大統領選は本当もう世界の歴史が変わるかもしれない。あのここまでね世界中がもう保守とか右傾化してるとか言ってたのが、もしかしたらこのアメリカでもう女性の黒人の若い大統領が生まれたら一気に世の中が好転する可能、つまりね、まあ言ってみればね、あのアマテラス大御神がね、雨の岩宿からちょっと顔を出した時と同じようなことになる可能性もなくはね。あとね、あのちょっと待ってください。さっきあの、まあ、この詳しい人に言われたんだけど、はい、あのね、トランプが大統領になった時に一番最初になんか向こう行って、ほらこうやってポチのようにこうやってごますったのがあの安倍晋三だったでしょ、はい、今一番最初にね、あの行こうと思ってるのがね、ムン・ジェイン大統領なんですって。ムン・ジェインはね、もうとにかく今回は世界に先駆けて一番最初に行こうとしてるらしいんですよ。それでムン・ジェインが思ってるのはね、菅、あれはね向こう行ってこんなこと絶対できないし、そもそもすぐに向こうに行くようなあの力はないからね、だからもう絶対に菅に勝って先に向こう行ってこれができるのわしじゃとかなんか言ってると言ってました。まあ どうでもいいんだけど、まあそれは新しい話なので、はい、では続いての話題ですが、コロナが、ね、再拡大しているということで、あのデンマークではミンクからの人への感染が、ねね、突然変異であの認められたということで、ミンク殺処分になってしまう、1700万匹っていう全部殺処分するっていうね、そのいわゆるミンクの毛皮のあれがそのデンマークとは大きな産業なんですけども、うんはい、そのミンク牧場っていうのかな、ミンク農場っていうかな、はい、その周辺でコロナが増えてるというのが一つ、あとはその人間からミンクに移ってミンクから人間に移ってっていうのが12人だったかな、すでに出てるっていう話が流れてますよね。でこれ怖いのは、まあ春先にもミンクがコロナにかかったんじゃなかったね、一回話題になりましたけども、つまり人間からミンクに移ってミンクから人間に移って、しかもそれはコロナが変異してたっていうね、これがその怖いところですよね。でこれあの日刊現代山口大学のですね、その早坂先生っていう獣医学の専門の先生に教えていただいたら、そのウイルスはしょっちゅう変異はしてるんですと、はい、ただそれを種を超えてっていうのかな、違う、あの、はいはいそうですね、動物に入って動物の中で増えて、それが人間とまた変異が大きくなると。でそうすると今あの世の中に出てる新型コロナに合わせたワクチンを作ってるんだけども、うんはい、一回ミンクやなんかに感染してそれがまたに、はい、あの変異すると、今のそのワクチン開発中のワクチンが全く無駄になっちゃう可能性があるっていう ね、うん、そうですね、これはすごいなんか、はい、なんだこれまで無駄になっちゃうと何なのかっていうね、はいはい、ちょっとだからデンマークもだから全部殺すって言ってるわけだから、うん、ちょっと大きなことなんだろうなって、特に、はい、ヨーロッパ今すごいじゃないですか、そのそうです、ねまね、イギリスなんかもロックダウンする、フランスも一部やるとか、はい、だからやっぱ寒さなんですかね、これはね、どんどん、その日本の北海道もね、はい、どんどん増えてるって、これも2ヶ月でも1回報じてるんですけどね、はい、これもそのびっくりしたんですけども、その北海道、宮城、青森、うん、ここで次々増えてるんですよね。他で100人だったかな、1日に出ちゃってですね。そうですね、うん、でね、これもそのやっぱり亀先生っていうね、医療ガバナンス研究所の先生に聞いてみたらですね、やっぱり寒くなるとそのどんなウイルスもやっぱりこう強まっていくっていうことが結構あるみたいなんですね。でこの新型コロナのウイルスをですね、その香港大の研究チームがですね、検査とかね、調査したらですね、37度気温がですね、はい、つまり夏ですよね、うん、そうすると新型コロナの生存期間というのは2日間なんですって。でもこれは気温がですね、例えば4度になる冬ですよね、はい、そうすると14日以上生存するらしいですよ、はい、ただパッてあのくしゃみでも何でもこれに落ちますよね、はい、落ちたら普通はもう夏なら2日で死んじゃうんだけども、14日間ずっと生きてるってわけですよ、うん、そうするとあの新型コロナの生存力があるから当然感染が増える、はい、あと寒いと換気をしなくなるじゃないですか。そうですね、あの寒いからと窓を開けたくなるから、開けないでしょ、ね、だからそうするとまたこのどんどん外に逃げないから、は
感染しちゃうっていうね、ウイルスはそのままずっとその中に残ってしまうで、北海道、まあ欧州もそうなんですけども、寒い地域、欧州の気温が低い欧州も急に増えてると、新型コロナがで北海道も増えてるっていう。怖いのは春先見るとね、北海道は最初に日本も増えたじゃないですか。最初に北海道が最初にガーッと増えて、その後に本土っていうか本州も増えたんですけども、ちょうど1ヶ月遅れなんですよ。北海道が増えて1ヶ月後に東京も増えていくんで、今のこの状況、北海道が急に増えた状況は1ヶ月後に多分東京やなんかに来るとなると、今11月の頭ぐらい、12月に入ったらもう相当増えるんじゃないかっていうね。でしかも気象庁によると今年の冬は寒いそうなんです。そうですか。でこれがね、 GoTo なんとかって、これはまあ喜んでる人いっぱいいるし、業者をね、旅行屋さんだとか宿屋さんだとかって救わなきゃいけないんだけども、 GoTo キャンペーン、 GoTo イート、 GoTo トラベルやってるとまた人の移動が増えちゃうしね。イギリスがそのどんどん増えたのは、イギリスも GoTo イートやってるんですよね。でイギリスが増えたのは GoTo イートが原因じゃないかとも言われてるんですよね。だからこれちょっと今から警戒しなきゃいけないんじゃないかなっていうね、はい、なんかどっかの国はそのロックダウンしますよって言ったら、その最後の日にまたみんなが田舎に帰ったとか言って、何も学習してないですよあなたたちって、ちょっと思うところがあったんですけど、明日からもうロックダウンだから今晩いっぱい飲むぞみたいなね。そうなんですよね。飲んじゃいけないって言ってるの、そう、なんかそれ学習してませんよねっていう。いや日本人も ねみんなそうですよ、はい、ね、同じことはあれですよ。人間ドックの前にね、1ヶ月間なんか酒飲むのやめるとかいうのと同じですよ。私、ね、あえてもっと飲みますけどね、うん、飲んでから行きます。全く意味ないことですよ、はい、本当にね。なんか2日酔いでなんか検査行ったことありましたね。あ、分かる分かる、はい、私もそうです。むしろその方がなんかね、うん、こう取り繕うよりも普段の自分が出ますからね。普段の自分も出さないとダメなんだ、私って言った方がいいかなって思ったりとかして、ね、はい、では続いての話題です。はい、はい、今回は最後の話題になりますが、文豪から学ぶ恋愛テクニックということで、こちらは森健さんに主導権を握ります。あ、それお渡しします。いや、もう本当になんか早稲田大学のね教授の森川、はい、友吉先生で、これはね友吉先生がなんかお書きになった本、はい、まあこれで、まあ、あの先生のまあコメントもいただいて、まあこちらの方で解説してると。でタイトルはですね、この本のタイトルなんですけど、恋愛学で読み解く文豪の恋、ね、高文社新書ということですね。なんかこれどういうことなのかよくわからないですね。恋愛で読み解く文豪の恋ね。でこの中に、まあ、いくつか の、 あの小説がこの、 あの、この記事の中に解説されておりますね。堀達夫の風立ちぬですね、それから田山かたいの布団、それから武者の工事実篤の友情、それから皆さん大好きな村上春樹ノルウェーの森ですね。でこれは一体何を言おうとしてるのかというと、まあここになんか一つの恋愛のテクがあるんだというようなことでございます。で私がちょっと、まあ、注目したのはこの田山かたいの布団でございますね。まあ今の高校生はこんなものは読まないと思うんですけど、私なんか昭和の高校の頃は、まあ、田山かたいの布団はなんかみんな読みましょうというようなところがあって、うんうんうん、背伸びした我々高校生がですね、まだ童貞君のくせにこういうのを読んでいたわけですね。これは何、どういう話かというと、まあ、皆さんももうすでにお読みになった方は結構多いと思うんですけど、これは不倫の話ですね。これだから不倫中のサラリーマンも参考になるのではないかということです。この話の主人公は文学者で子供が3人いる、すでにもう既婚の男、竹中時雄、これね34歳ね、うん、まあ当時の34歳とは今で言えばもう50過ぎてるような感覚ですよ、うん、本当にもうね。弟子が横山よし子、これは19歳なんですね。いわゆるこの19歳のこの横山よし子が要するに書生になるってことで、当時は書生ってなったらさ、作家のところになんか住み込みで先生とかなんか行ってね、で大体この書生って大体お手つきによくなったんですよ。あの画家のところに、はい、女がほら弟子入りするとね、どうのこうのとか、
伝統芸能なんかでも、まあ、今でもありますけど、まあ、ちょっとそれは置いといても、そしてこの、この、竹中先生34歳が19歳のこの弟子よし子を好きになってしまって不倫の妄想をするという話なんですね。で、時男先生はよし子と不倫したくていろいろ妄想する、だけど妄想するだけで行動には移さない。そのうち、よし子ちゃんに別な好きな人ができて、その相手と肉体関係があることが発覚した。そして勝手に怒ってしまった時男先生は、よし子を追い出してしまうという。それちょっと勝手ですよね。本当に勝手に妄想してる、ね、勝手にもう言ってればいいのにみたいな悪いおじさまでございます。ね、悪いおじさまでございますね。はい、うん、女の子はこれたまらないよね。そうですよね。よくわかんないままに。何と怒られたの私みたいな。そうなんですよ。だからこれはね、女の子はなんか別にね、その時男先生を挑発しようとか誘惑しようという意識はないんですよ。この女の子は自然に生きてるだけなんですよ、あの処世として。だけど勝手に中年男の中で妄想が広がるというですね。うん、だけどね、こういうことは今でも起きてるわけですよ。だからこの作品がで、ね、書かれたのは確か大正からのあれくらいかな、あ、ちょっとまあ詳しくは調べれば分かるんですけど、もっと古いのかな。だけどその時代からですね、やっぱりあまり人間というのは変わってないと、うん、ね、今の我々が読んでるその不倫小説なんかほとんどこんなことが書かれてるわけですよ。で、結局言ってみればこの中年の男がですよ、やっぱりある時なんか恋心がパーッと目覚めてしまうということがね、やっぱり起きるわけですよ。そしてこの婿なるね、あの女に化粧をして、で結局怒ったり憎んだり、さっきの話だけどね、そねんだりね、いうようなことが起きると。だからね、まさにね、これはあのあれですね、あの石田純一が言ってるように、やっぱり不倫は文化ということがですね、よくわかりますね。なんか石田純一はこの作品を読んだんじゃないかなと思いますけどね。で、この先生が言ってるのはね、この恋愛テクニックの、まあ、一種のね、この不倫のなんかあの方程式があるのだと言ってるわけですね。またこれが難しいんですよ。だから一応言いますよ、はい、あのね、不倫の意思決定というもの、不倫するかどうかを行動に起こすかどうかですね、うんうん、意思を決定するのはどういうこと、計算式で得られるかというと、まず不倫で得られる利益があって、そこからあるものをマイナスするんだというんですね。それは何をマイナスするのかというと、不倫発覚の確率、ね、何パーセントで、かけることの発覚した場合のダメージ何本受けるかということですね。で、プラス倫理観ね、まあ、倫理観って自分の中に備わってるから、こんなことしていいのかなと思う。まあ、これも要するに不倫しちゃったらもうなくなってしまうわけですからね。で、そういうことを考えますと、ここがこの出てきた値がマイナスかプラスで、人間はあの本来ならば不倫すべきかどうかを判断すべきだろうということなんですよね。この方程式で言うと、見つからなければ OK ってことになっちゃう、ね、ということになります。見つからなければ OK ですっていう、こういうことだよね、これね。それは、あのね、それはね、万引きだってそうです。いやいやね、あの万引き犯罪だから、万引きだってね、見つかんないからね、食い逃げだってそうですよ。知らないうちに逃げちゃって、あの全然気がつかなかったとか言うね、これだったらいいわけですよ、ね、だからそういうことでプラスマイナスというものをちゃんと考えながら今やった方がいいんじゃないですかと。だから逆に言うと、この不倫の甘美なるものっていうかな、うん、得られるものがでかければ相当いいわけだよね。そういうことです。不倫で得られるものがさ、つまらない不倫だとあんまりいいか、その通り得られるものが少ないよね、これはね。だけどね、うん、まあそう言ってもね、やっぱね、なんか私もいろいろ聞きますとね、昔のあのちょっと20年前のあの映画の宣伝タイトルね、やっぱ不倫のエッチはいいらしいですよ、うん、やっぱり夫とするのもいいけど、不倫するとやっぱり2倍3倍違うとかいう話をやっぱり皆さんに聞きますと、うん、あ、やっぱりそういうものなのか。結局その人間ってメンタルな生き物ですからね、本当にね。で、これね、はっきり言ってちょっと話変わるけどね、これ日本ではこういうことは許されないんですよ、あの先生と書生がどんどんこうの。ところがヨーロッパはね、こういうのものすごく
あの緩いらしいですね。私昔あのドイツにあの留学していた人に話聞いたんだけど、ヨーロッパ の, ド イ, あ の, なあのドイツなんかのね、大学ではね、大学じゃない、そうするとね、妻子持ちの先生の男がいるでしょ。で、女子大学生が不倫とかね、平気でしてるらしいですよ。それで周りも知ってんだって。で、なんとかちゃんとか言って、あんたあのなんとか先生とどうなってんのって、いやまだラブラブよなんかね言ってて、で学校側がそれを知ったとしてもね、それは個人のプライベートの問題だから、はい、何にも問題はないと。日本とは全然違いますね。日本なんかもそんなこと言ったらもうあんた一族老党捕まりますよ、本当に。一族老党、本当にね。いや、そうです。それぐらいにね、やっぱ違いがあるということですね。で、あのね、私あの、まあ、映画なんか最近なるべくヨーロッパのそういうこうなんかこう愛だの恋だのというね、ああいうのを見て見ようとしてるんだけど、あの映画のね、あのやっぱヨーロッパ映画ね、皆さんもね、なんかもし見る機会があったらね、なるべく見た方がいいですよ。つまりね、あの日本型のまあ倫理観とかアメリカ型の倫理観とヨーロッパは全然違う、うん、でね、結局その日本人というのはやっぱりちょっと堅苦しいなという気、それがこの田山堅いの布団に現れて、あ、それで一番大事なこと言うの忘れてました。この田山堅いの布団は皆さん読んだと思うんですけど、これなぜこの文学的なあの、評価が高いかというとね、この、よしこが去った後にこの、不倫願望を抱いていた時代先生は寂しくってよ、あのよしこがいつも寝ていた布団の中に入って、で彼女がね、あのいつも着ていた襦袢かなんかなんですよ。でそれを要するにこうかぶって、ちょうどこの袖のね、あ、いや、あのそうだ、襟のここのところにちょっとこう汗じみがあった、はいはい、それがこうちょうど鼻のところに来るようにして彼は目を閉じたっていう、そんな感じでは、まあ、私も高校時代読んだからよく覚えてないんだけどなるほどなと、僕はこの高校の時にね、あ、大人ってこんなことするんだなと、早く大人になりたいな僕も早く大人になってこんな惨めな思いを味わってみたいな、そこにこそ文学があるんだろうなと。惨めですね。いや、なんか惨めなようなカタルシスだと思うんですよね。だから皆さんね、まあ、ぜひこれを読んでいた、僕も久しぶり読みたいと思いました本当に。自分の感情を方程式で片付けられるかなっていう、好きだったら方程式なんかどうでもいいからちょっとしますね、方程式どうでもいいの、とにかくもう、ね、不倫願望って何かというのを ね、味わえばいいんですよ、はい、本当に。それ以外にもね、3つの作品が出てますので、ぜひ手に取っていただければと思います、ということで今回3つの話題についてお話させていただきました、ね、大統領選もまだまだちょっと続くような感じもしますけれども、見守っていきたいなと思います。そして来週もまたぜひ皆さんには日刊現代とともにお過ごしいただければと思います、今週はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。どうも失礼しました。